一酸化窒素、一酸化窒素、一酸化窒素、ナイトリックオキシドは、窒素と酸素からなる無機化合物で、化学式で表すと、脳、酸化窒素とも呼ばれる。常温で無色、無臭の気体。水に溶けにくく、空気よりやや重い。有機物の燃焼過程で生成し、酸素に触れると、直ちに酸化されて二酸化窒素脳になる。硝酸の製造原料。 高化学スモックや酸性雨の生因に関連する。また体内でも生成し、血管拡張作用を有する。窒素の酸化数はプラス2。化学的には銅に希少酸を作用させたり、二酸化窒素に水を反応させることで生じる。銅と希少酸の反応、二酸化窒素と水の反応、また、二酸化用と二酸化窒素の置換反応の過程で、できる。 高温で窒素と酸素が加合して一酸化窒素が生成する。自然界では種として雷や山火事によって生じるが、その発生源の大部分は人為的理由による。人為的な発生源として、ボイラー、酸化剤として、純酸素を用いるロケットを除いた全熱機関の排出ガス、焼却炉、石油ストーブ、暖炉、ガスコンロなどである。大気汚染で問題となる。 窒素酸化物の一つである。窒素酸化物は大気汚染防止法によって、自動車、火力発電所、航空機や船舶などの特定の排出源に対しては、排出規制が行われているが、前期規制対象以外は伸ばなしである。大気へ放出された一酸化窒素は、二酸化窒素に酸化される。一方、二酸化窒素は、紫外線を受け一酸化窒素と原子状酸素になり、 この原子状酸素がオゾンなど酸化物質オキシダントを生成するが1酸化窒素が2酸化窒素に酸化される反応はヒメタン炭化水素が光反応により酸化した物質の存在下で加速するため反応が連鎖的に進行し光化学スモックを引き起こす原因となる光化学オキシダントを生成するまた 窒素酸化物は大気中の水蒸気と反応すると硝酸に変化し酸性雨の原因となる。オストワルト法でアンモニアを硝酸に変換する過程で中間酸物としてできる。一酸化窒素を用いてポリマー表面のラジカルを検出することができる。一酸化窒素が表面ラジカルを消去することで窒素が生成し、それを X 線光電子分光で検出することができる。 体内では栄養素のアルギニンが一酸化窒素へと変換される。アルギニンは体内では腸管及び腎臓の共同にてアンモニアから合成されるので主としてタンパク質を摂取すればよい。一方、近年ではアルギニンの他に野菜等に含まれる硝酸塩も体内にて一酸化窒素の原料として利用されているという見方をする主張もある。 生体内では一酸化窒素は一酸化窒素合成構造によってアルギニンと酸素とから合成される。一酸化窒素は細胞内の可用型グアニル酸シクラーゼを活性化してサイクリック GMP を合成させることによりシグナル伝達に関与する。免疫に関与する細胞の一シマクロファージは病原体を殺すために一酸化窒素を産生する。しかしこれは逆に 悪影響を及ぼすこともある。敗血症ではマクルファージが一酸化窒素を大量に産生し、それによる血管拡張が低血圧の主因となると考えられている。一酸化窒素は神経伝達物質としても働く。シナプス感激のみで働く多くの神経、伝達物質と異なり、一酸化窒素分子は広い範囲に拡散して、 直接接していない周辺の神経細胞にも影響を与える。このメカニズムは記憶形成にも関与すると考えられている。一酸化窒素の生物機能は1980年代において驚くべき発見として迎えられ、一酸化窒素は1992年のサイエンス誌で今年の分子として取り上げられた。1998年のノーベル生理学。 医学省は一酸化窒素のシグナル機能の発見により、フェリド、ムラド、ロバート、ファーチゴット、トルイングなどに授与された。窒素酸化物、脳、脳糖を吸入すると、ヘモグロビンの鉄が酸化されて、酸素運搬能力のないメトヘモグロビンが生成し、メトヘモグロビン血症になることがある。血管内皮は一酸化窒素をシグナルとして、周囲の平な目筋を主観させ、それにより、 動脈を拡張させて、血流量を増やす。これが、ニトログリセリン、アショウ酸アミル、イチショウ酸イソソルビド、コ、イスム、アイトロールなどのアショウ酸誘導体が心臓病の治療に用いられる理由である。これらの化合物は一酸化窒素に変化し、心臓の冠動脈を拡張させて、血液供給を増やす。発毛在忌のキシジル、リアップは CGMP 分解を抑制して、 毛細血管の血流量を増やす。一酸化窒素は陰形の勃起でも働いており、やはり CGMP 分解抑制薬であるシルデナフィル、バイアグラワのメカニズムを利用したものである。一酸化窒素を器官内に吸入させることにより、肺動脈の血管ひらなめ筋を弛管させ、肺高血圧を改善させることができる。新生児の新生児潜炎性肺高血圧や、 会心術後の心臓の負荷軽減、原発性肺高血圧症の治療などに利用されるが、日本では保険適用外の先端治療扱いである。BR 静脈に比べ、動脈は酸素が多く、脳は脳にや HB、脳、ニトロソヘモグロビンになりやすい。脳のその薬理作用から静脈を拡張させ、心臓の全負荷を減少させるため、 冠動脈疾患の他にも心不全、高血圧緊急症に用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。